はい、皆さんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は実はオープニングを撮り忘れていて、普通のピン夫婦のナイトルーティーンなんですけど、くだるから一応届いたキットがあるので、それをご紹介しながら普段私たちはどうやってスキンケアをしているのかっていうのをお届けしたいと思います。では見ていきましょう。レッツゴー。じゃん、くだるからこういうのが届きました。なんかこのキットがね、すごいね、入ってるんだけど、はい、すごいね、お、すげえ。このキット1には、はい、いつも使ってる、あ、この拭き取り用シート、はい、だからこれ新しいから今あるやつ使っていこうかな、うんうん、と思います。2番目はこのいつも使ってる、じゃん、これね、大丈夫か。お、3番目は早いんだ、ゆっくりこれは強敵だな。3番目はこちら。4番目は4月から発売される新商品みたいなんですけど、それもらったの？そうそう、すごい。トーンアップクリーム、うん、トーンアップっていうなんかビタミンの C がすごい、なんかこういうシミとかちっちゃいやつを明るくして、その毛穴の中にサーって入って、すごい保って見える感じだから、ちょっとなんていうか、ちょっと若みがある感じ。若みそう、だからなんか日焼け止めっていう感じで使えるやつだから。違う、そうだよだからこれは今日じゃなくて明日とか使ってみようかね。今日使ってみたいね、でもちゃんはですね、最初これを使うんですね。はい、最初はもう今使ってる空いてるやつ、これを。顔大丈夫かな、あと。ねえ、大丈夫、ちょっと変だよね。ちょっと無駄にした方がいいんじゃない。この服が可愛くないように見えるのしてる本当、うん、こうやって、あー、いいね。うん、こうやって拭き取っていきます。はい、次はこれです。はい、このビタミンセラムを。重いんだ、結構。あっ準備しよう。1,2,3,5か、すんちゃん、行こう、行く、行く、行く。あ、パパ見てるからね。私も。すみません。これを塗っていきまーす。ねえ、リンダ。おお。キスリ。オッケーオッケー。残ってるやつはこの上とか。うん、シミに大事、この手から先にシミが出るんだよ。うん、えらいえらい、えらいえらい、ちゃんと染み込ませてね。で、うん、10秒20秒ぐらいこうやって吸って吸って吸って、最後にビタクリームを塗るの。そう、そしたらこのビタクリームを塗ります。はい、いいね、ありがとうね。塗っていきます。シネリンダ、だからこういうのはさ、はい、ニキビ跡とかにいいんだよ、本庁とか。ほんと？うん、でこうやって、もうすぐどこで見たの、うん、それ。こんなとことか、ここね、こことか、うん、ここだったかな、ここと、あとここにこうとか、こういうとこをこうやって2つ、そう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 、で最後は絶対こうやってね、8時にできるから、8時にできるから。そう、どこで教えてもらったの？すんちゃんの勉強だ、怖い終わりです。はい、それではこんな感じのナイトスキンケアルーティンでした。はい、それではおやすみなさい。おやすみなさい。インスタグラムとツイッターのチャンネル登録も絶対してね。ありがとう。おやすみ。はい。